こんにちは、カレヤミチャンネルです。大変ご無沙汰しております。今日はじゃーん、メンズコースターを編んでいこうと思います。で、トリプル方眼編みの変形バージョンなんですけれども、長編みが 1,2,3 本あるのと、それから鎖編みが 1,2,3 段あるのが特徴になっています。サイズはだいたい 11cm×11cm ぐらいになってます。材料は、セリアさんで購入したコットンデニムを使っていこうと思います。これ1枚で 10g ぐらいなんですね。なので 25g あるので2枚作れると思います。使用かぎ針は4号から6号となっているので、今回は5号針を編んで使っていこうと思います。で、タグをね、つけたらかっこいいかなと思ったので、折るタイプのタグを使っています。タグをね、縫うのはちょっと大変かなっていうのがあったので、針仕事を使ってつけています。この両面テープね、お洗濯 OK っていうのをね、使ってみようと思います。じゃあ編んでいきましょう。最初鎖編み23で始まるんですけれども、他のサイズにしたい場合は5の倍数プラス3の作り目をしてください。じゃあまず作り目をします。後ろから針やってて、半時計回りに回転させて糸を引き出してきて、そして鎖編みを23編みます。1、2、3、23目編めました。そしたら1段目開始します。細編みを 1,2,3 編んだら鎖編みで、2目飛ばして3番目のところから細編み 1,2,3 で、鎖編みに細編み 1,2,3、 これを繰り返していきます。1段目開始、立ち上がりの鎖編み1、端から2番目のところ、ここから、細編みをスタートします。細編み1、細編み2、細編み3。鎖を 1,2 で 1,2 飛ばして3番目のところに細編み1、隣の目に細編み2、隣の目に細編み3、鎖を 1,2 目を飛ばして3番目のところに細編み1、細編み2、細編み3、鎖編み 1,2 で、2目飛ばして3番目のところに細編み、次細編み2、細編み3、鎖を 1,2 で、 1,2 飛ばして3番目のところに細編み1、細編み2、細編み3、
これで1段目が完成しました。ここさえ正確に編んでおけば、あとはここをなぞって編んでいくのですごく楽です。次2段目は長編みの段なんですけども、長編み1、2、3編んだら鎖編み1、2編んで、長編み1、2、3、鎖編み1、2、1段目の細編みのところが長編みになるという感じです。2段目開始、立ち上がりの鎖編み1、2、3、編み地を向こう側に回転させて糸を引っ掛けて、そして端から2番目のところに長編みを編みます。針を入れて糸を引き出してきて、そして左の2本だけ引き抜いて、次の2本を一気に引き抜きます。でもう一回糸を引っ掛けて、そして長編みを編みます。鎖3を長編みの1本として数えるので、最初のとこだけこういう感じになります。じゃあ次鎖編み1、2、糸を引っ掛けての前の段、細編みを編んだところですね、ここに長編みを編んでいきます。左の2本だけ引き出して、最後の2本を引き抜きます。糸を引っ掛けて長編み2、糸を引っ掛けて長編み3、鎖編み1、2、糸を引っ掛けて長編み1、次長編み2、次長編み3、鎖を1、2編みます。糸を引っ掛けて長編み、糸を引っ掛けて長編み2、糸を引っ掛けて長編み3、鎖1、2、糸を引っ掛けて長編み1、糸を引っ掛けて長編み2、糸を引っ掛けて長編み3、鎖頭2つともすくえてますね。はい、じゃあこれで長編み3、2段目完成しました。3段目から15段目までは1段目とそれから2段目の繰り返しになるんですね。細編みの段と長編みの段を繰り返すんですけれども、細編みの段を1、1で、次で長編み、細編みの段を2回繰り返して、長編みの段は1回、これをね繰り返して15段になるまで編んでいきます。1段目の繰り返しになります。細編みと鎖編みの段になります。立ち上がりの鎖編み1、編み地を向こう側に回転させて、でこちらの一番最初の目に細編みを編みます。でまた細編み
で細編み鎖を1、2で細編み3つ編みます。鎖を1、2細編み3つ編みます。鎖編みを1、2細編みを3つ編みます。鎖編みを1、2細編みを編みます。1、2で立ち上がりの鎖編みの3番目のとこですね。ちょっとアップにします。立ち上がりの鎖編み1、2、3番目の目のところに針を入れて細編みを編みます。これで3段目が編めました。4段目も今のを繰り返して編んでいきます。5段目は長編みの段になります。なので鎖編み3から始まります。1、2、3編み地を向こう側に回転させて糸を引っ掛けて端から1、2番目のところに長編みを編みます。糸を引っ掛けてもう1本長編みを編みます。鎖編み1、2糸を引っ掛けて長編みを3本編んでいきます。糸を引っ掛けて長編みを3本編んでいきます。1、2、3鎖編み1、2糸を引っ掛けてで長編み3本編んでいきます。鎖編み1、2で長編みを3本編みます。5段目編めました。6段目以降も細編みの段を2段、長編みの段を1段、それを繰り返して編んでいきます。15段編めました。そしたら、長編みの段が終わって細編みの段が1段というところになってると思います。こっからは、周りをね全部細編みで編んでいきたいと思います。じゃあ行きます。立ち上がりの鎖編み1編んだら編み地をこうちょっと右側に倒して、そしてここの細編みの横のとこに針を入れて細編みを編みます。そして次細編みにここのところで、次ゆるーく細編みを1個編みます。3で一番最初の細編みのところに
針を入れておきます。で次この細編みのところに4、でまた細編みのところに、でこれで5か。で次ここ長編みの頭のとこですね、これで何個だ、 1,2,3,4,5,6 で、ここ足長い人は細編み2目編み入れて、私そんなにあのかこなんちゅうの足長くないから、ゆるーく細編みを1個編んでます。で8 9 10 18 19、端っこね19目編めました。そしたらちょっとそれメモっときます。反対側もね同じ目を編みたいんですね。19、角のところは鎖編みを1、2編みます。1、2で次細編みを1目につき1個編んでいきます。23目あるので23細編みを編んでいきます。端まで来たので鎖編み1、2でこっから、さっき19だったので19目編んでいきます。そしたらこの細編みの横のところに1、2、3、最後19目どこ編もうかな、ここか、ここでもいいしここでもいいし、刺しやすいところに刺して19、角に来たので1、2で次ここからは23目細編みを編んでいきます。ここに編んでもいいし半目だけすくってもいいしお好みで、1、2、3、ここはもうなんかちょっとさっきよりすくいにくい感じがするのでもう鎖編みごとすくっちゃいます。端っこまで来たので鎖編みを1、2編んで、でこの印をつけた一番最初の目に引き抜き編みをして、そして終了になります。あったと、ここです。最後に気抜いちゃったね、えい。裏側に糸始末します。できました。方眼編みっていうのはね本当ね、その人の技量が出てしまうという、ね、こういう端とかね綺麗に編めるようになりたいです。まあ練習あるのみですね。折り曲げたタグに両面テープをつけました。タグをつけていきます。完成しました。簡単にできるのでよかったらチャレンジしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。